ライオン級戦艦は、イギリス海軍の戦艦。全艦未成。ライオン級は、イギリス海軍が策定した重加年計画、新標準艦隊における、新戦艦、第二陣である。1937年初頭第二次ロンドン条約が発行されたと同時に、イギリス海軍は、新造戦艦として、キング・ジョージ5世級戦艦の建造を開始した。 だが、キング・ジョージ5請求は、第2次ロンドン条約で定められた14インチ砲を搭載しており、当時欧州海軍で建造されていた15インチ搭載戦艦や、日本海軍が建造するとされていた16インチ砲戦艦に、対して砲撃力が劣ることが認識されていた。このことから、イギリス海軍は、第2次ロンドン条約のエスカレーター条項が、 発動して16インチ砲戦艦が建造できることになることを見越して16インチ砲を搭載した排水量3万5000トン級の戦艦の研究を進めていた。しかし1938年になると日本海軍が18インチ砲を搭載する巨大戦艦を建造に着手したという情報がもたらされさらに第二次ロンドン条約のエスカレーター条項が アメリカ海軍の強い主張から排水量上限が1万トン増加し4万5千トンとなって発動することとなった。イギリス海軍では新上限が決まる以前から4万トン以上の新戦艦案が検討されており4万トン前後ならばドックの制限もなく工房ともにバランスが良い戦艦が設計できるという。 研究結果も出ていたことから、イギリス海軍はこれらをもとに40.6センチメートル方球門を搭載した、基準排水量4万トン戦艦案、16回から38をまとめ、建造することを決定した。1938年度予算と1939年度予算で、計4隻の建造が決定され、1939年には1番艦ライオンと2番艦 テメレアが寄港された。しかし、同年の第二次世界大戦勃発によって一年間の建造中止命令が出され、三番艦、コンカラーと四番艦、サンダラーは寄港が取り消されることとなった。イギリス海軍は残った領艦の完成を諦めることなく、戦訓による解説系を織り込みながら再開の機会を待ち続け、一時は、 最大8席整備にまで構想が膨れ上がった。1944年には工事能力確保のため大型航空母艦2席の建造をキャンセルし、1945年には1952年までに2席の完成を目指して予算がつくまでになった。しかし政権交代による方針転換や戦後財政難等の理由が重なった結果、 1945年10月、最終的にキャンセルされた。ライオン級の艦隊構造は、典型的な、平らかパン型船体である。手砲等を艦首方向へ、強化革レードで、射撃可能という要求を可能にするため、船体は視野がほとんどなく、水平に近い。艦首はやや傾斜のある、クリッパーバウとなっている。艦尾構造は、後の、 バンガードでも採用されたトランサムスターンであるのが特徴で、これにより、艦の全長を抑えられた。環境は前球と同様の、頂上部に小型の速居技をいただく、背の低い箱型環境であった。その背後に、簡素な三脚章、第一煙突と第二煙突の間には、守備線に対し垂直に左右に伸びるカタパルトが、設けられている。二番煙突の基部には、 航空機用の橋桁型クレーンが2機1ついつく。2番煙突と、後部三脚章の間は、関西低置き場になっている。兵装配置は46センチメートル3、連装手法等を完全部に背負い式で2機、観光部に1機搭載した。副兵装である13.3センチメートル、連装両用砲は、背負い式の2機を1軍として上構え前,前後両脇に、各1軍。 計8機を搭載した。主副兵装とも、全球を、ほぼ踏襲した配置となっている。手法は、新設計の、マーク2 4 6センチメートル砲である。性能的に発射速度は、毎分2発、行角はプラス40度、マイナス3度、重量1 0 7 8ラムの手法台を、最大行角40度で射距離36,375メートルまで、 届かせることができる性能であった。射程2万メートルで減速走行330ミリメートルを射程28,300メートルで甲板走行152ミリメートルを抜く能力があったと記録に残っている。ライオン級に搭載予定の3連装砲塔は、ネルソン級戦艦のマーキー46センチメートル砲と比べると法所速は低下しているが、 主砲弾の重量が向きより15%ほど重い、新型砲弾を用いていた。これにより垂直貫通力は2割以上、水平貫通力は1割以上向上していた。また、対戦後半には、さらに新型である、マーク440、6cm 砲の搭載が、検討されており、重量 1152kg の主砲弾を用いる、予定であった。 本級の手法塔について、官邸研究家の大塚よシフルは、アメリカ海軍の大重量砲弾を使用する戦艦を除いた他国の46センチメートル砲艦に十分対等に戦えるとする一方で、ネルソン級やキング・ジョージ5世級では、主砲塔の不具合や故障が数多くあったことを踏まえて、本級の主砲塔も初期故障を起こす可能性があることを指摘している。 副砲は、キング・ジョージ5世級と、同じく1940年に採用された、マーク I13、3cm 両用砲である。この砲は、発射速度は、毎分7から8発、行角はプラス70度、マイナス5度、最大射程は、行角45度で射距離21397メートル、最大行角で、高度14935メートルで、 カタログデータでは、優れるが、実際のところアホの不行格速度、旋回速度が普通の弊社用砲塔と大差なく、ドイツ空軍の急降下爆撃機への対処は、困難だった。砲弾装填は人力であったが、水上砲線での威力を重視したため砲弾重量は 36.3kg もあり、速射性を阻害していた。これは、重量が4 0 8キログラムまでならば、 人力で即射が可能であるという間違った見解に基づき弾薬砲形式にしたため人力での装填作業を継続困難にしたのである。他に対空火器として英国軍艦に広く採用されている1930年型マーク8ポンポン砲を8連装で装備するのは全球と変わらないがこれを4機から6機へと増のした。 装備形式は一番煙突の両脇に4機を、残り2機を後部環境の後部に、後ろ向きで並列に配置した。この砲は、後径が4 0ト、mm、ルと、一見、強力そうだが有効射程が短く、弾道特性も悪いために実際はなかなか、当たらなかった。さらに、射撃中に、弾からだと薬莢が分解して、頻繁に弾詰まりを起こすという悪癖を持っていた。 主なデータでは、マレー沖機械船による、プリンス・オブ・エールズ搭載のポンポン砲は1機だけで12回も、故障を起こし、もう1機も8回も射撃中止に陥った。特徴的なのは、イギリス海軍が開発した17、8センチメートル、20連装ロケット砲でこれは、円筒状のロケット弾に、無数の爆雷を詰めておき、規定の高度で、 カバーが外れて、ビブに落下山をつけた爆雷が適度な散布界を持って展開するという画期的な兵器であった。しかし、実戦での効果においては不明である。ライオン級の防御形式は、キング・ジョージ5世級から引き継がれた上で強化が行われている。本級の走行圧は水平走行が 149mm、垂直走行が 374mm となっており、 これに加えて、水平甲板には15から2 2トル、垂直甲板には1 2 7ト、mm、ルのバックプレートが貼られていた。水平走行部の高さは水面下から約7ルになり、水平走行と合わせて主甲板に装備されたことで艦の大部分が防御区画に含まれていた。このことは損傷を受けても予備浮力が残り復元性を維持できる点。 戦闘時の連絡が容易になるという利点があった。加えて、上艦ン走行を強化して、敵弾の誹謗を防ぐことができるために、断片防御艦ンが不要となり、軽量化や工事の簡易化にも役立っていた。自砲弾に対する安全圏は18,290から28,000メートルとされており、これは1,016キログラムの手砲弾を用いた。 アメリカ海軍のノースカロライナ級とほぼ同等で、サウスダコタ級より、やや劣るものであった。これらのことから対弾性能には、十分優れていたが、四方闘争闘は、他の46センチメートル砲艦と比べると最も、薄いものであった。対弾性に優れていた一方で、水中防御には、問題があった。マレー沖海戦で沈没した、プリンスオブウェールズは、 想定されていた水中防御の基準より、作薬量が少ない航空魚雷を光りなりした際、原則水中防御を破られて浸水を起こしており、後の潜訓調査で水中防御区画の幅が不足しているという結果が出されていた。ライオン級の防御形式は上記のようにキング・ジョージ5世級から引き継がれたものであるため、同じ欠点を抱えていた。これらを踏まえ、 対戦中に考えられたライオン級の解説計案や、バンガードの設計では、欠点を改善する設計変更が行われている。ライオン級は、軍令部から、巡洋戦艦としても、使用可能な速力を求められたことから、キング・ジョージ5世級より強化された機関を搭載した。これにより、機関出力は12万馬力となり、28.25ノットとされた。 カフカ運転時では13万馬力で速力30ノットを予定していた。しかし、当時のイギリス海軍が新型戦艦に採用した機関は信頼性が高かったが、一方で燃料消費率が高いことが大きな問題となっていた。ライオン級の計画値は10ノット14000回りであったものの、当初同じ航続距離を予定していたキング・ジョージ5世級が、 10ノット7000回り、ライオン級と同じ機関を搭載した、バンガードは12ノット5500回りとなっていたことから、大塚ヨシフルは、ライオン級の航続距離も予定値より低下しただろうと予測している。本級は、第二次世界大戦勃発によって建造が中断された以降も、戦訓の導入に伴う解説系が逐次行われた。 1942年案においては、基準排水量42,550トン。もう一つの1942年 B 案では、基準排水量48,000トンにも達しており、主兵装こそ同様だが、水中防御構造が、プリンス・オブ・ウェールズの沈没等による戦訓を踏まえて、大きく改良されている。なおこの際、後部主砲等を撤去し、対空兵装を強化した。 簡易建造案も提示されている。加えて、同時期には、本級の後部の司法等を撤去し、環境より後部を飛行艦板とした航空戦艦とする案もあり、1943年には航空母艦として建造する案もあった。だが、どちらの改装案も検討のみに終わっている。ありがとうございます。